はい、ということでここからは実践パートということで、はい、楽しみですわ。はい、もうさっきまでこう堅苦しい解説してましたけど、まあね、ここからはもう2人で楽しんで設定6、はい、本来のね実機同様の設定6を打ってちょっと楽しみましょうというコーナーになります。はい、で今回そのまあ、実践を普通に進めるだけじゃなくて、うん、スペシャルグッズを用意してくれてるということ で、 ほう、でそれがなんかミッションがあるらしくてね、はい、まあ、例えばビッグボーナスを引けみたいな、うん、まあ、ミッションがあるわけなんですけども、それを達成した数に応じて、うん、まあ、そのスペシャルグッズを、プレゼントさせていただくというのがあるらしいです。なるほど、その辺も楽しみつつ、うん、あとはね、はい、設定6の挙動を楽しんでいただければなと思います。はい、そして基本的なゲーム性に関しては、うん、この前半のパートになる動画の方で紹介させていただいているので、ここの実践パートでは初っ端からもう細かい説明はしません。はい、なので基本的なゲーム性気になる方は概要欄の方に前半パートの動画のリンク貼っておきますので、うん、まあ、そちらからご確認いただければと思います。はい、じゃあということで早速打っていきましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。はいはい、はい、でちなみにマイスローはサミーさんのご好意でしっかりカスタムした状態で遊ばせていただきます。そうですね、お互い違うキャラ、好きなキャラですよね。もうそうね、あれステージはお互い別のステージですね。スタート俺はツインエンジェルの3人、僕はツインファントムですね。これがなんかストーリーざっくり説明するとリリカランドっていうなんかテーマパークみたいなところがあって、そこにこの歴代のツインエンジェルとツインファントムが遊びに来たみたいな。一応総出演で今までみたいなこうね戦う感じのストーリーではないんだけども、すんごい盛りだくさんなんで、まあそのエピソードでまあこの15周年の世界観のストーリーがまあわかると。でもせっかく打つんだったらなんかサマイスとかで勝負しません？する？お互い同じ6じゃないですか。うん、前半はもちろんあの演出がね順番流れるデモ基盤使わせてもらってるんですけど、ここは普通にホールに入る6と同じものを使わせてもらってるので、うん、じゃあやっぱり負けらんないよね普通だったら、ね、そうですね。実戦でこれを引いたらプレゼント増やすとかあるじゃないですか、うんうん、それに追加して、うん、あのサマイ勝負で負けた方が私物1個出しません？ティナ君はもうスニーカー出そうじゃ。嫌ですよ結構高いんですからこのスニーカー。負けた方が出すんでしょ。はい、いいよ。じゃあまあまあ、だからコシアンさんだったら、うん、使用済みのつなぎとかいる？いらんっすよつなぎ。いや僕はいらないですけど。いやいやいや、いらないって言うなよあ、そうこれね、多分ツインエンジェルシリーズ打ってる人だったらすぐ分かると思うんですけど、ステージ6種類あるからレッスンエースめっちゃ多いんですよ、うんうんうん、ただ見分ける手段としてここレッスンエースの左下の四角、ピンクが結構熱い、紫がレア役示唆というかチャンスって覚えておくと分かりやすいかもしれない。分かりやすいね。そうなんですよ、歴代でもやっぱレッスンの色って決まってるんで、うん、保健室とかトイレとか、はいはいはい、あれはピンクなんで、あれはもうすごい強い演出ですよね。だからここら辺のモブキャラとかも多分どっかでちゃんと出てるキャラなんですよね。そうだよね。すごいチェリー引いてるんですけど、こっち俺もチェリーとね、カバンがよう出てるわ。あー、うおー、トップガンチェリーからかな。まあチェリー2回引いてたね、どっちかの、うん、なんだかんだやっぱ連続演出とか初押しだとツインエンジェルじっくり見ちゃいますね。そうねまあ触らせてもらったとはいえさすがにね、うん、見れてないからね全然ね。そうですね、うん、一応話しておくとフラグ察知手順がまあ分からない状態だとして、ナカリールの下段にくるみずがらをビタ押しする打ち方なんですけども、なんでそこでビタ押ししなきゃいけないのかっていうと、カバンを取りこぼさないためなんですよ。ここでビタ押しすることでカバンをこぼさないんですけれども、まあ、青頭青七、こちらのミドルボーナスですねが立ってるときは中段に青七きます。で、左リールの上段に青七ビタ押し、
上段にビタ止まりした場合は、赤同色になります。で、これ転廃した場合は青7黒バー狙って外れたら片方狙うみたいな、そんな感じですね。あ、やっぱチェリーですね。でミドルボーナスはキャラクターが今下から出てるんですけど、これがあと一つ、ね、今のツインエンジェルの3人が出てくると0点エンジェルチャンスで、デートタイムに直接行くパターンもあるということで、少し予想していいですか。はい、告知来るタイミングで設定差あると俺は思ってます。あ、その段ゲームっていうか、どこの枚数でっていうことは、はい、あるかな、予想してます今回告知なかったですけどね。今このボーナス終了後とかに帯が出ることがあるんですけれども、もともとボーナス引いたときにデートタイムの直撃抽選みたいなのをしてまして、まあ、高設定ほど直撃しやすいんですけど、設定関係なしにここ帯が出てるときというか、デートタイムの直撃降格中にボーナス引くと結構な頻度でデートタイム直撃してたんで、ここ結構重要だと思います。そうね。でミドルボーナス終了後と、うん、AT 終了後がその状態にいくかな、うん、保証が20ゲームでそこから転落抽選なんで、やめ時っていう話をするとボーナス終了後だったら AT 終了後20ゲーム消化してからやめるみたいな感じですかね。さあ俺もチャンスメイビー、これはレッスンからですね。じゃあちょっとビタ押し苦手だけど、ちょっとボナ判別挑戦しようかね。下段にくるみずからビタ押し、あ、ビタ止まりした。でこの場合はカバン狙ってもらって、まあちょっとカバン揃ったな。再度継続。いいっすねそれ、オセロだったら全部紫っすよ。いやいや、どういう話してんの何か俺ちょっと見てないのにすごいの演出が出てたのかで、外れの可能性があるのが青7が中段止まった時で、他の時はもう再度同点にやり直しです。これリプレイですね。チリ止まってるんですけどリプレイです。すげえ顔のめぐるっすねそれ左側超乙女、しかもこっち選んでる全然ビタできてないな。種なしなのが青7中段止まって1枚の払い出しがなかった時、うん、その時だけ外れになります。もしくはあとバーの同色図からビッグボラスありますね。その青7中段来たら次はバー狙ってって感じですね。あ、当たった。ってことはどっちだろうな。さっき一回ビタ押しミスしてるからね。 OK。 さあ私ビッグボーナスですね。青7揃い。さてここで揃えた後にプッシュボタン押すと、ここのボーナスっていうランプのところで、当選権見抜けるので、またチャンス目 B ですね。普通に当たってた感じですね、はい、さあビッグいきましょうか。ビタ押し、ビタ押し、いやいやいや、ビタ押し、さっき見たでしょ、ビタミスったの。ビタ押しボーナスがいいな。そんな人間にねビタ押しさせるやついないでしょ。ビタ押しボーナス見てえな。前半でちょっとドットとダパーの演出と見せてるんで、ちょっと音声、じゃあビタ押し、いやいや音声いきます、おすすめって書いてあるから騙せるからなじゃあこれいきますよ。じゃあこうしません、お互い同じようなタイミングでビッグ引いたらお互いビタ押しにしましょう、うん、そのタイミングでいいよ。じゃあするか。それで一緒の同タイミングで引いたらね、はい、はい、せっかくなんか6種類あるんだから全部見せましょうよ、そこは。まあまあまあ確かにね。さあね、温泉ビッグは今キャラクター出てきて泡獲得しているんですけども、この泡の色で AT エンジェルチャンスの獲得ゲーム数の示唆をしてます。さあ獲得した泡のチェックです。これ最後にいきます。でここまでに獲得した泡をプッシュボタンで開けていきます。でまあ見えてますけどね、一撃で選ぶ、一気にパンって弾けることもできるので。さあ緑、はい、緑7ゲーム。さあというわけでトータル34ゲームですね。平均よりちょっとだけ多いで、ピック終わったのでここからエンジェルチャンスでございます。
さあでここのね今ちょっとカットイン来ちゃったんですけど、この温泉チャンスのね何がいいかっていうと、いいでしょ、どこ洗ってんだろう。できれば揃わないでほしい。揃ったらボーナス濃厚なんですけど。よし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 。でここサブ液晶見て、あのね、まあとりあえずまずツインジェルブレイク、この2人でしょ。さっきあの洗いっこしてたのがこの2人だったじゃないですか、ツインエンジェルブレイクの。これを自分で好きなキャラクターに変えれます。さあサウナ、ごめんなさい、すっげえ大きな声出しましたけど確かに洗いっこじゃねえな、サウナ行ってるの。キャラによって演出違うって感じですかね。あ、そういうことか、洗いっこじゃないのね。ツインファントムを選んだりツインエンジェルの3人選んだりすることもできます。グッディーっていう感じで。はあ、さあ今回はエンジェルチャンスの34ゲーム中にボーナス引けなかったのでここで終了です。ま、あカバン、カバンからレッスン上がってる。これあっつあっつだね、これこれもあ、しかも時計塔だ。これもいただきですよ、いただきマンモス。ちょフラグ的な話をすると、設定差のあるボーナスっていうのを話をすると、カバンからは黒バーのボーナスが来ると高設定ほど。ほう、詳しい。はい、特定役ボーナス結構差があって、あ、ちなみにあの、まあ、これもシリーズですけど、バリンって割れる、割れて継続するパターンもあります。お、でここまで来たら、次は上段に青並び倒して、ね、倒し、これができないんですよこれができないんですよ私これで、でここでこの時に払い出し、まあ出目でもいいんですけど、今払い出しが1枚なくて0枚なので、この点でも外れ終わら、クロバービッグです。僕の目押しが正しければねじゃあというわけでこれで続いてはあの順応してクロバー狙っていただいて大丈夫です。あのここ取りこぼしないので、で今1枚晴れ出しがあります。なので僕の目押しが全部正確であればクロバービッグ、赤7の可能性は往々にしてある。そう、さあどうかな、僕の目押しができてるかな。やっぱり1番だね。ほら来た、よし。さあというわけで先ほど目押し正確でしたね。なので最速2手順でフラグ察知ができます、うん、ちょうど設定差のあるボーナスですねそれ。あ、そうだね、カバンからの、うん、他の話をするとチェリーからの赤7、あとチャンス目系からの青系っていう覚え方の方がいいかな、ちょっと難しいんで。なるほどね、じゃあどうしようかな、じゃあ順番にいっとこうかな。次マグロボーナスいこうかな。でこちらに関しては液晶にマグロスクラッチってあるんですけども、自分でこう打ってて今もう溜まってるかなみたいな、自分で好きなタイミングの時にここのサブ液晶をのスクラッチを削ります。こうやってキュッ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 って、あ残念、今、2ゲームかな消化したんですけども、まだ獲得できてませんっていう感じの演出です。カバン発展、え、来た、ずっとベルこぼしだったんですけど、俺だけ外れるみたいなやめませんいや外れるパターンもやっぱ見せたいからね、当たってますね、誰かね、やっぱ熱いね、お互い設定差のあるクロバービックスねじゃあちょっと全削りってあるんで全削りいく、はい、あ、結構もらってる16ゲーム今の間で。いやこれ曲どれにするか選ぶのちょっと迷いますね。いやこんだけ数あるとね、俺ブレイクの、はい、あのツインエンジェル3時間、あ、ちょっと待った、え、だったらもう1個上が良かったな。え、時間切れ、時間切れ、時間切れかもう1回開けとくか。あ、ちょっと少ないですね、10っすね。いやティナって書いたら少なかったよ。俺のせいにするのやめてくださいよさあというわけで今回は何ゲームだったかな、今ちょっとやってみれば分かるかな。じゃあマグロチャンスこのままいきます。28ゲームですね、ちょっと平均より少なかったと。まあやっぱプレ幅ありますからね。さあこちらのマグロチャンスに関してはもうマグロってある通り、あ、来た、マグロを釣り上げたらデートタイムです、いわゆるボーナスでございます。ブレイクの時のミルクルと一緒ですね。あ、そうね。でここで今ヒットできたんですけど、このあとこれカバンかな、チャンスメビー、あ、カバンか。でここの後にレバーオンで
釣り上げたら OK です。カバンの場合は気合を入れろが出たらもう、いやあったそうだね。さあというわけで、またボーナスは取れなかったので終了です。今回は任務継続、さっきと一緒か。さあ今回も素敵なエンドカード盛りだくさんでございます。これ3種類から選べるんですよね、くるみカットインは。そうね、基本がそのノーマルって呼ばれるで、今完全告知、あとは告知がなしと、この3種類から選べます。あ、来た。あ、確か完全告知にしなかったっけ、俺、ね、してました ね、 ね。ってことはこの時点でチャンスチェリーか揃っちゃうチェリーか。揃っちゃえ。あ、チャンスチェリーでしたね。95ゲームで下段にチェリーズから一直線に揃ってるので、チャンスゾーンのアトラクションゾーン突入です。さあ来ましたよ、サイバーフューチャーかステージが。さあこれ成功させるとミッション1個達成ということなので、ちょっと気合い入れていきましょうか。あー、ゆうきちゃんだ、かわいいよね。これ最初アニメと見てなかったから、うん、普通に女の子だと思ってた。あー、なるほど、うん、だから普通にで4人でいる、もういやここまで来たらもう女の子なんですよまあね、で4人でいるとこ見て、俺最初ブレイク打ってる時にさ、この4人だったらこいつだなって言って話せたら、それ男だよって言われてえって言って、あ、マックスまで止まってる、一気に溜まってほしいですね。はい、いくついくつ、3。個人的には5までいけば、うん、まあまあまあいけるでしょうっていう、あ、僕そこら辺がボーダーです。なるほどね、じゃあとりあえず5までは、5までは行った方がいいかな、これは。さあこれで、ベル4回取ったのでレベル3っすね、今回ちょっと厳しいかな。え、あーダメかー。で今復活抽選中たるんですけども、ここで成功に書き換わるパターンもあると、うん、ただ今回はないですね、ダメと、うん、はい、というわけでチャンスエリから AT、うん、エンジェルチャンスはなしと、うん、ただここ注目ポイントなんですけど、右下のゲーム数見てください、うんうん、ゲーム数引き継いでるんですよ。あ、そのままね、はい、なんで通常時の救済機能発動条件が、リセット契機が AT またはビッグに、ビッグミドルボーナス入った時なんで、チャンスチェリーからの場合は、救済機能のゲーム数は、リセットされないと。なるほどね。ちなみに、ま、その救済機能の話出たからついでに言っとくと、設定変更後は、550ゲームじゃなくて333ゲームになる可能性があるということなので、朝一のねデートタイム高確率状態と合わせて、まあ、設定変更後は、まあ、狙い目になるんじゃないかなと思います、うん、危ね、油断してた、危ない今。さあチャンスムービー、初めての。お、ちょっと待った、しばしば、あ、本当だ、しかもすげえ柄してんだとんでもない柄ですね、プレミアムっすね、プレミアムっすね。ということは当たりましたね、うん、うわー、導入後にこれ引きたかった、絶対マイスロミッションであるんですよ。ありそうだね。意外となんかあれですね、サクッと当たりますね、やっぱり。まあね、ボーナス確率軽いからね。おお、よかったー。なんかやっぱあれですね、ツインエンジェル別にそんな大差ないですけども、ビッグ来るとやっぱ嬉しいもんですね。いや嬉しいね、しかも今回は AT まで行くからね。そうですね、うん、チャンス目 B からか、まあ、そろそろデートタイム入れましょうよ。あれ、いや今ねちょっと違った、なんかもうちょっと押した瞬間でそっちの声が、あー、オーディオコメンタリーかわからなかった、そうそう、おっと思ったら全然違いましたわ。なるほどなるほど当たってるかもしれないんでちょっと待ちますよ。いや待つ、はい、ビッグだった場合ビタ押しましょうあ、オーディオコメンタリー出てる、おい、やっぱ出てたかということは、あ、からくりか、ちょっと演出見ようかな、一応ちょっと俺のこの下手くそなビタ押しを披露しつつ、ちなみにこの中段リプレイの時は1枚です。この問題ガチで回答しに行きません？あ、これクイズ出るのか、ここ、はい、
一応この話するとツイッターのツインジェルの公式ツイッターでリプライで募集したクイズがあったと思うんですけど、うんうんうん、それが採用されてるんですよ。じゃあ採用されてる人嬉しいですよねこれね。そうですね、ニヤッとできますよ。さあ外れなんで。いやふざけんなよ、クイズ出せよそこは。いやクイズはやっぱりチャンス手に時じゃないですかね。いいことあるかも。キンキンですわ、キンキン。はい、というわけでさあ私もボーナスでビッグボーナスですね。あら、見た欲しいボーナス待機して待ってますわ。はい、というわけで私209ゲームチャンス名 B からですね。じゃあビタ押しボーナスってやつやっちゃいますか。やりますか。はい、あとビタ押しボーナスっていうのがあるんですけど、まあまあディスクアップの超ディスクアップっていうのがあるわけなんですけども、うん、まあそれの感じで消化中にここをビタ押せっていう、まあ、指令が来るんで、そこをピタッと押せるとなんかポイントをいっぱいもらえて、そのポイントを競うというゲーム性になってます、うん、まあ本当に遊び要素なんで別に、はい、ゲーム数が増えるとかそういうのは一切ないです。そうです。なのでまあビタ押し苦手な人も、まあ、ちょっと遊び心でちょっとやってみてもいいと思います、うん、じゃあいきますか。やりましょうか。いや俺のビタ押し下手くその見たでしょ。俺いきなり見せました。さあスタート行くぜ。最後のポイントで競いましょう。待つとかなし。もう時間がありますからね、これ制限時間が。そうね。1回転ですぐ止めれた方がタイムが止まったままになるんで。でピタもこのクーエクセントマーベラスと、うん、このピタのねどれだけ精度が高かったら得点変わりますから。なるべくマーベラス狙っていきましょう。ミスってもいいから。あ、今のデクセンとかちょっと早かったな。でもこれ意外とあれなんですよね。ダメだ、デクセンとあー、いきなりミスった。プラス1コマ。いやこれダメだ、これクールだ。マーベラスが出ない。しかもただでさえ下手くそなのにこれちょっと斜めからやってるから余計できないよ俺。今完全に一コマ遅かった。あ、よしよしよし、やっとマーベラス出たわ。僕あれなんですけど、リプレイ全然来なくてもタイムがなくなる前に終わっちゃいそうなんですよ。いや俺も終わりそうだよ。残り39分だもん。まだ6回しかやってない。僕11秒ぐらい残して終わっちゃいました。俺17秒あるよまだ。はい、あ、あ、終わった。でも、なるほどなるほど。6分の5で、1万2000ポイント。僕、1万6000ポイント。あ、負けた。単純に俺、マーベラス置いたっただけですよ。ちょっと、後でもう一回やろう。やろうやろう。で、この記録は残ります、このまま。そう、で、歴代の記録残ってくんで、まあ、自分のね、よく行くホールさんで、記録残したい方は、ぜひやってみてください。でも、そろそろ本当、お互いどっちかデートタイム入れたいですね。そうね。カバンから洗いっこスタートしたらどう思いますか。え、そうした？カバンの。いやいやいや、人気圏じゃない。あ、大変です。クルミ洗ってる。あれ来たかも。来たんじゃない？おお、やりよる。残り1ゲーム。素晴らしい。しかも残り1。はい。やる。ああ、なるほど。ってことはカバン関係なかったのかな？基本レア役からチャンスチェリー当選することないから、その前のリプレイとかがねですね、うん、はい、やったー。とはいえデートタイム、はい、というわけでこれでミッション1個達成ですね。素敵、素晴らしい。まあこのまんまいっちゃいますから。いっちゃいます。はい、いっちゃいます。ケツまでいっちゃうんで。ちょっと先にデートを3人成功したら、うん、っていうゲーム性じゃないですか、はい。先に被らないように決めときません？誰と、キャラクターを、はい、誰とデートするか、お互いバッティングしないようにしときません？だったらもう早い者勝ちでいいんじゃない？
早い者勝ち、はい、あ、OK です、早い者勝ち。だから先もうティナ君一人選べるからね。あ、なるほど、じゃあこうしません、あの成功しなかった場合選んで OK。 あ、いいよいいよ、そうしよっか、そうしましょう、うん、そうしよう。じゃあ最初はそうだなテスラで、テスラ行くか、テスラ行く、よしよしよし。いやもう今何位選ぶんじゃねえかと思ってちょっとドキドキしてたけど、これは右です。おお。あんな捨て方しないよ。チョコバナナこんなにしてからポイはないですよね。やばいっす、僕テスラに振られるかもしれないっす。まあやっぱ分かってんだよ、遊びか本気かってのが。めっちゃ本気っすよ。僕はあの違うんですよ、遊びとかじゃなくて、うん、全部 100% なんですよ。ああ、そういうこと、はい、ペラペラだな。けどできれば、まあ、ミッションに連続で、ね、告白成功とかあるからこれ頑張っていただきたいんですけども。ちょっと待った、何これ、おリーチ目役だ。ああ初めて来た、ね、リプベルのダブルテンパイハズレがチャンス名になるから、この場合、リーチメイクボーナス確定ですね。残り4枚、うまいっすよ、うまいね。ちょっと演出みたいな、なんかリーチ目とか出るかな、他に赤七が立ってればこれでこれが止まるんだよな。今回中段ワンラインなんでこれでボーナス揃うってことはないんですけれども、赤七のリーチ目で僕は一応この青七の2画目見ました。すごいよね、青七で2画って言ってるけど青七、そう青七じゃないってところがまたすごい、素晴らしい。あー、最後はチョコバナナ来るんですね。待つ、もう捨てられないよねこれは。チョコバナナですよ、ぽい、いやー捨ててるよ、まだ捨てるか、まだ捨てるみたいです。すごい、まだ捨てるんだね、あれ。いや、さっきのチョコバナナで当たってくれてよくないですか、これ。金の V だ。今まで俺、シルバーの V しか見たことなかったんですけど。ビッグ確定とかかな？あー、ありますね、それは。おー、エッチな。あ、もしかして、デートタイム中のボーナスだから。バカンスボーナスです。あ、じゃあ、それありますね。バカンスボーナス当選っていうミッションがあります。おー、ちなみにデートタイム中にボーナス引くとこの間で好感度を貯めることも可能になるっていう。でも名称がバカンスボーナスになります。先を越されたわ。だからこれあれですよ、あのコシアンさんが告白成功しても水着を先に見たのは俺って言いますから。うるせえな、そいらないから、いますよそのくだり。令和中ずっと言いますからね。カットしてもらおうじゃん。もうここのバカンスボーナスなかったことしてもらおうじゃん。コシアンとナイン付き合ってるらしいけど俺の方が先に水着見た。先にデートもしてるし。許せねえな。さてと、ボーナス終わって青なんだよな。花火チャレンジ下から2番目だな。さあどうかね、ここすごい重要なんですよね。意外とここら辺の下の継続ジャッジ演出でも、うまっうまっ。あと多分シダ動画というか解説動画の方では出てなかったと思うんですけど、こういう花火チャレンジとか特化ゾーン中にボーナス引くとどうなるかっていうと、息抜きタイムっていうまた別のあのボーナスの演出に変わります。あーマジかー、6分の2、いやー弱えなー、きついなー。1か5か順押しか逆ハサミ、よっしゃいった、やりおる。やるなー。普通に喜んじゃいましたね。めっちゃ普通によっしゃ言ってたから今。70枚、さすがにそろそろ来るだろう。おお上がった、これはエッチだ。おそらくですけれども
AT 中の黄色ナビって何かしら確定してますよね。基本白ナビじゃないですか。あの好感度上がったりとかね。はい、うんうんうん。おチョコバナナがどんどん。そうですね、やっとあのテスラもあの物を大事にするってことを覚えてくれたらしいです。ティナ君、ティナ君、はい、これ一応そのなんか公式的にさ一番人気のあるキャラクターって誰なの。そういうのってない。誕生日の日のリツイートとかを見てるとやっぱくるみですね。あーくるみか、はい、なるほどね。じゃあちょっとくるみ選んじゃおっかな。あーこびたーこびたー何こびたって視聴者にこびた。こびましたね今。じゃあ俺絶対選ばない。絶対選ばない。いや見たい人が多いんだったら見せてあげた方がいいですよ。ボーナス欲しいな。ないんだ多分これ。ないだろうなボーナス。キュンキュンチャレンジやりたいですね。まだ見てないですもんねこれ。見てないね。 おいいねキュンキュン。あーわいい。これ僕多分初めてやるんですよ、うん、キュンキュンチャレンジ。キュンキュンチャレンジはマイゲーム継続を抽選、シャッターが閉まれば次回継続となります。なるほど。5ゲームの間でシャッター閉まればいいんですね。そう多分一発っすね。閉まったらかっこよかったけどね。でも AT 機だからなんかリプレイとか引いた方が当選率高いのかなっていう感じしますね。うん、ベルよりも。おーびっくりした。なんで俺びっくりしてる。順調ですよ。いやー3人目いってるね。なんなら多分もう落ちてますよこれ。落ちてる。はい。まあ別にテスラが落ちる分にはね。ああーなるほど。テスラとナインってこれ告白ステージまで行って初めて1対1になるんですね。そうなんですよ。なるほど。なんでナインの場合も告白ステージまで来ると二人っきりでデートできます。なるほどなるほど。よくできてんな。多分これラストですね。好感度青。忘れられない思い出になりました。意外と続いてくれる。あこれありがたいな。あと5回ぐらい外れ連続できてほしいな。あ最後チョコバナナか。まだ一枚ある。やばいっす、やばいっす、危ないです。ここで外れ役立つからね。そうっすね、うん、これで延命してる感が、ま、結果としてもらえる枚数一緒ですからね。そうだね。さあどうでしょう。期待度があんまり高くないっすね。好感度青の状態、無段階からでいうと2段階アップしてる状態ですね。リプレイ引ければワンチャンぐらいですかね。そうね、リプレイ欲しいね。いやー振られたくねー。31にもなって振られるの嫌じゃないですか。まあけどチョコバナナしかな買ってあげてないからな。いや買ったチョコバナナ全部捨てられてますからね。ベル3連続か。うわーこれ厳しそう。いやー見てくれー。いいぞ。あんだけチョコバナナ買ってやったの。いや最後のリプレイこれで復活あるかもしれないですよ。おおいや本当にリプレイかもしれないですこれ。あ2ゲーム目のベルでした。もともと当たってたらしいです。いや俺は今リプレイだと思ったけど、ね、俺も思ってました、多分大体の人リプレイだと思ってました。うわーはい、ただ、デートタイム告白成功ということなので、はい、これでミッションまた一つ達成です。お、はい、プレゼントどんどん増えてきますね。素晴らしい。ティナ君、やっぱ大事なとこダメだよねって言おうとしてたのにね。やめてくださいよ。今のは振りだと思ってたから、言おうと待機してたんだけど。なるほど、なるほど。これで、2人目に行くと。おぉ、あれですね、なんかこう、3セットもこう、デートしてると、好きになってきちゃいますね。まあね。テスラのこと。まあね。いいなで、デートが終わった後はゲーム数固定でエピソードが流れるんですけれども、これ開発の方がエピソードを見せたくないということで
あのムービーが流れてるんですけど、実際はここでエピソードが流れます。ここは導入してからのお楽しみですね。はい、なんでみんなもエピソードは自分であのホールで、うん、女の子を公約してみてください。さあ次誰にしようっていう話なんですけど、もう僕決めてたんですよ。誰だ、次誰か、めぐるなんですよね。おー、え、意外だ。なんでかっていうと本命すみれなんですよ、うんうん、僕あれなんですよ、友達からこう外堀埋めてくタイプなんでまずはこっちから仲いい子から。なるほどね、なるほどなるほど。おー当たった、よし当たった、333。結構持ってかれましたね。そうなんだよね、まあやっぱこれぐらいハマることもやっぱありますよ。さあ何かな、うん、ビッグ、よし、オッケー。さあ333、チャンス目 B っすね。チャンス目 B はボーナス高いんでやっぱ結構当たってくれますね。よし、じゃあ俺もデート入れるぞ。見倒しボーナス、いや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 、いややめようよ、もう見たでしょ俺のビタ押しの。そろそろ見てないあのお犬様を。ワンコいきますか。じゃあ犬ボーナス、名前がすごいけどね、犬ボーナス。さあ犬ボーナス、さあルンルンチャレンジで、まあ骨を掘るんですけど、いやーかわいい、俺も今ここ見てケツ見て可愛いっつってるんすか。いや違う違う違う、こういう仕草だよワンコの。なるほど、あの今ワンコ家にいるからさ、昔は猫派だったんだけど今もう完全にワンコ派なんだよね。あのその気持ちは分かります。さあ、6ゲームでこうやってワンコが掘って見つけたのでゲーム数の、うん、まあ、大小が変わると。さあこれがラストの告知かな。はい、28ゲームかな。で今回は28ゲーム持ってエンジェルチャンススタート。そろそろ入れてください。そうね、じゃあこのまま犬チャンスいきます。いきますか。多分あの僕ら今いる場所一緒っすよ、中堅ルンルンがいるところなんですよ。あ、そういうことね。まあ、もうちょっとねパッと見なんとなく想像つくと思います。あのキュインってなったらボーナスです。さあチャンスチェリーもしばらく引いてないからチャンスチェリーでもいいよ。うわ、ペアリング、あ、来た、ほらほらほら、今一瞬チラ君のをチラって見てたからキュインってなる。気づかなかったですか。気づかなかった、しまった。さあ何引いたかな。お、チェリーだ。あ、チャンスチェリーですね。なるほど、やった、ナイス。さあ始まって16ゲームなのかな。さあエンジェルチャンス中にチャンスチェリーを引けたので、私もデートタイム突入です。よし、いいね。あ、俺もチャンスチェリー引きましたね。おまけゾーン、これがデートタイム中、ビッグボーナス引いた場合はバカンスボーナスになるんですけど、チャンスチェリーがある場合はこのおまけゾーンっていう、まあ、やることは一緒ですね。僕ここ詳しくないんですけれど、うん、おまけゾーン中もやっぱベルとベルの間が長ければ長いほど効果の溜まりやすいんですかね。チャンスゾーン中と同様だと思います。なるほど、まあ、外れがね普通は損するって感覚なんですけど、まあ、この台に関しては外れがねかなり本当重要になってるので。そうですね、 AT 続けるためにもそうだし、うん、で最終的にはそこがね出玉増加につながってくるので、何今呼んだの、ね、まあ、そこが他のね AT 機との大きな違いになってるかなとは思います。後ろのままだったか、これはまずいの。ではやばいよ、さっきティナ君簡単とか言ってたのに俺は一回も、あ、キュンキュンパズル。さあ期待度的には一番低いジャッジエンスですね。はい、投票見てください。このねあのピースの開く数が整列役に応じて変わります。で残りライフ4とあるんですけども、ここのライフがなくなると終わりでございます。はい、あの外れを引くとライフが減る、はい、で外れを引くまでに子役を引くとパズルが、埋まっていくと。要はこれチャンス目引いたらもうあの完成だからね、はい、ただもういきなり外れが、逆にここは外れ引いちゃダメ。そうですね、ここで初めてデートタイム中は外れを引いた方がいいけど、このキュンキュンパズルに関しては外れ引いちゃダメ。はい、欲しいよ、オッケー。だってこれリプレイ2回と、うん、あのちょっとベルを添えるだけで。なるほどね、簡単ってことね。超簡単っす。確かにこれは簡単だわ。だってはリプレイで今15でしょ、これは簡単だわね。
簡単ですよ。簡単です。ほら大丈夫です。めちゃ簡単。さあどん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 。そうです、もうレア焼き引いたら完成ですよ。いけいけ。あーあけど20でしょ。ベルリプレイで終わりだもん。だって終わりです。ほらベルでしょ。これ次リプレイだから危なそう。こうやって見せかけといて実はリプレイでしたよと。こうね、やっぱドッキリパターンなんですよ。危なかったっすね。いやー終わっちゃいましたね。くるみの演出もっと見たかったっすね。はい、というわけで、まあ、素敵なエンドカードでできたけど、はい、私は継続なしで、はい、でブレイクとかと違って、はい、AT 終了画面でも、はい、調査開始と、はい、はい、ボイス出ますんでここもしっかり押しておきましょう。というわけで今回1キュン195枚で終わりました。残念です。おほい、よしよしよし。あー、あと1回か。間に合わなかったな。ちょっと僕もそろそろヤバくなってきました。パズルかな。はい、あーパズル、ね、あー、大丈夫です。これここで違いを見せます。はい、ここで違いを見せます。まあ、簡単言うてたからな。簡単です。いやでもこれで結構コシアンさんが苦手簡単って話してると思うんですけど、このデートタイムも含めた AT 中この台ですね、高設定だから続きづらいとかそういうのがなくて、単純にボーナスの初当たり確率が軽い分高設定がむしろ続きやすい。そこにほぼほぼ設定差がないんで本当引きなんですよここ。簡単です。リプレイを2回、あとはちょっとベルを添えてやるな。大丈夫です。残り1まで持っていくなんてちょうどいいぐらいですよこれが、ね、あらららら、出すかね2冊目をね。うわ最悪だこれ。リプレイ1回も引けなかった。あでも613枚、620枚ですね。でも僕の台すげえボーナス軽いんで結構待てるんですよね。これなんか引いたかな、あれかな、リプレイでチャンスチリとかかな。あなんか引いたっけな。いらっしゃい。あれ違うな、いや違うな、チャンスチリではないか。あ1名だね。営業停止です。さあなかなか先に進まない。ほんといいこと言ったね、なかなか先に進まないって。あっカバンか、カバンからクローバービッグボーナスです。なんかあれだな、気の抜けるボーナスだなこれ。あめっちゃ軍が来た、軍が、軍って言ってるのか分かんないけど、かわいい。あ、逆さまだ今度。10ゲーム大量とか逆さまだとチャンスパターンなんですね。数も増えるし物理法則も無視するし、ね、こしらさん、クイズのチャンスが来ましたよ。さてと、お、黒ナビ、このベルで終わりかな。ずっとこのカラクリ屋敷の演出が好きって言ってたのが、この後はガチクイズ出るんですよ。予告音なったー。ベル揃っても当たる。江戸クラシカルでアトラクションゾーンに入ると で、レベル7なんだよな。お覚えてるし。これですね、言ってたやつ、アトラクションゾーンの連続演出中に予告音になった時、押し順ベル、まあ6択だと思うんですけど、揃うとこの時点で当たっちゃうんですよ。すみません、またクイズ見れなかったですよ。さっき当てとけばいいのに。さっき当てれば多分レベル7当たってるんですよね。そうね、普通にね、その言ってたクイズ、はい、見せるチャンスだったんだけど超見たかったっすね。出てくんじゃないのこの後クイズ。いや多分このまんまいっちゃうまんま。まあ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 、そういうこともありますよ。そうね、まあまあ多分またすぐ来るし、はい、はい、これ実際ホールで行った場合、エンジェルチャンスの演出どれ選びます。エンジェルチャンスか、個人的にはマグロかドットだな。
なるほど、うん、いや僕もマグロになりそうなんですよね、うん、あのブレイクの時にミルクルタイムばっか選んでた。俺もそうだったんだよね、はい、あのなんか熱い瞬間が分かってるというか。そうなんですよね、うん、お右だけだね。中段チェリーとかあるんじゃないですか。振り水が狙ってこうか。どうかな、右だけだぞ。ダメか。ダイナミックに否定されました。いやーまあけどめちゃめちゃいいエンドカード出てきたからまあいいや。久しぶりにするわね。そのこれでチャンスチェリーとか当たってんだ。そうだね、チャンスチェリーかボーどっちか。まあチャンスチェリーかな。バカじゃんこのエース一番。このエース一番バカだよやば、頭おかしくなっちゃうこれラストのリプレイで当たってたってことね。いやすごいね、いいね。さてと、さっきやり残した、うわなんかスミレがデート行きたそうに初期配置にいます、ね、まあ、多分カスタムしてるからでしょうけど一人ずつちゃんと順々に攻略していきたいんで、めぐるで行きましょう。花火なのです。うわまたこれ来ちゃった苦手意識が。うわー、残念残念っしょ。いや分かんないです、ここでまたチャンスチェリー引いてるかもしれないんでさすがに何かしら。おっチャンスチェリー302ゲーム。りなくん、はい、これさ逆ハサミとかしたことある？したことあります。テンポありました。おお、あれ揃ったらもう当たりだっけ。揃った場合 AT と戦、もう、 そうレベルマックスになるんで。はい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 、はい、結構レお BGM 変わった。これはもうマックスまでいったら変わるんじゃないの。多分そうでしょうねヒット、あこの後まで行けばじゃないのやっぱり。あ来た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 、おいおー、マグロゲットでございます。リプレイだからチャンスセリとかになるのかな。これは正確には釣ってなくないですかいやシュッてやったよ、やったやったグッてマグロが空飛んでるだけですってそれいやこれやったの取ったのでしょこれ。こいつらがこうやってやってたよ、ほら取ったのーってだとしたら魔法使いですねさあまあリプレイなのでチャンスセリかな。はいそうですね、15ゲームかな。チャンスチェリー成立でデートタイムです。よし久々のデートタイムでございます。面目でしょ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、ミドルか。おしょ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 、さあミドルボーナスからエンジェルチャンスの方ですけども、とりあえず AT 突入と。3度目の正直でくるみで頼むぞお前。ちょっとあそうか、もうツンツンってきてるから次デレだわ。前もほらいやあの普通に考えて女の子と2回デートしてダメだったらもうそれはないんよいやいや俺は諦めない俺は諦めないでツン、ほら白七もツンツンデレだったから多分それだちょっと小島さん待っててください。僕も今からデートしに行くって。分かったよ、待ってるわ。じゃあ右右右右右右、よーっしゃ。その押し順ごときでいやまあそれぐらい喜ばないでくださいよ。悪いんだからそれぐらいだろさあこれね100溜まったんで、はい OK、で今レインボーになりましたね。レインボーになった時点で、継続濃厚で、その後もこうやって今ポイント溜まってます。おお。リプレイからだからチャンスチェリーかな。コシアさんがなんかワーキャー言ってる間にチャンスチェリー当たってましたさあサマイス取り切りました。でレインボーなのでもご褒美タイムしかないですね。
さあ70枚と、レインボーを超えてたまった分で20枚もらえてます。なので90枚持って、さあ2セット目ですね。さすがに緑やったら大丈夫だろうな。キュンキュン、これそれもやってねえな。リプレイが熱いっぽいですね。いいね。3回目ぐらいですけれども。おうわー、今赤かったっすね。赤かったねー。え、嘘、今のリプレイ。なるほどね、息抜きタイム入ってやりましたね。今のリプレイで当たってたのか。これ熱いな。チャンスエリーがねリプレイで当たるから、今みたいなのびっくりあるのいいね、うん、です ね、 ね、ちょっとびっくりしました。まあ、続けなんでもいいっすね。まあね、まあね、続かないとね。戻ってきました俺。そう、さあようやっと3セット目ですわ。さてと、コシアさん、へい、お先に告白緑。はい、俺も緑で告白いきそう、このままだと。お先に行きます。もう先に成功させちゃって、俺もすぐ告白 OK もらうんで。 OK もらうんじゃないね、向こうに告白させるんだから。僕これリプレイだと思います。なんで真ん中組んでたか、さっきの星野さん導入前にこんなこと言うのもあれなんですけど、はいはい、もうすでに僕背組みながら打つようになっちゃったんですよ。やめろそれは言わない、お約束だよもう。おお、さすがに成功したかな。お、リプレイ2回。どう、あーよしよし、赤までは行った、赤まで行った。お、いやいいね。お、3ゲーム系危なかったかもしれん、さっきのセグなしリプレイ当たってなかったらしいです。ってことは今これで2回かな、告白成功が、ね、はい、え、また、あ、あ、違うか、え、そうですよね、星野さん、うん、今のリプレイ、ああ、なぜ当たってんのかまたこのタイミングで告白中のリプレイで当たったのか。はい、まあ押し順ベール来てたんで、もしかすると来るのかもしれないですけど、うん、あ、チャンス目引いた、ボーナス、あー、やべえ、めっちゃ変なとこ押してる、なんだこのデブごめんね、今ちょっとこうやってたからかぶってたかもしれないです、ごめんなさい。まあ、外れ目、外れ目だから全然あると思ったけど、ベル来ちゃった。さあ、まあベルはいいとして、あー、ダメか、ないか。さあ、赤色です。いやけど、俺大丈夫ですよ、外れ、ベル、リプレイ、もう外れとベル以外も全部当たりだからね。けどリプレイで引くだけでいいんだよ、だってリプレイ引くだけで。このシーンめっちゃいいんですよ。いや、まだ早い。ほら、来たよ、っす、これもうゼロかけす、ゼロかけ、よし、やった。めっちゃ喜んでくれ、大丈夫、俺ね。そんな、なんかさ、レアなもの引いて告白成功させようとか、そういう大人の力使うのやめましょうよ。いや、いいよ、この後またリプレイ行くから。この後リプレイ行くから。何引いたかな、よしよしよし。さあ、チェリーですね。レインボー。さあ、金曜日にもなります。これで告白成功です。よかった。すっげえ緊張した、もう。暗幕の向こうからも今ちょっとうおみたいなこのチェリー引いただけで今日のコシアさんはハズレ引くだろうと思ってましたけどねあー、ハズレしか引いてないな。まあけどもしかしたらチェリーの前に当たってるかもしれないからね、これね。さあ、くるみちゃんの告白です。すまんな、お前ら、これ俺です。あ、俺髪型的に俺でした、ね、やめろ。いや、俺も昔はねこれぐらいの髪型してたからこれ総武線ですね。一応見ようか、一応見ようか、はいはい。まあさすがにね、まあ、ね、まあ、さすがに。さあ、ようやく一人目、エピソード1、くるみ告白デートタイム一人目コンプリートと。ん、今のキポポポポンって音何、わかんないです、何が起きたんですか。あー、なるほど、あー、そういうことか、ボーナスですよってことか、なるほどね。さあ、2回目の
しょ。決定となる行く前に。めくれた。綺麗に。しっかりレア役引いてめくれました。お、シルバーだ。和風のシルバー初めてですね。おお。ほぼこれおかず交換ラッシュですよ。ねえ。100枚。特化ゾーンと同じだね。100枚とかあんだね。100枚。おーい。すいません。どうした。うるさいぞ。あまりにも可愛かったので。人の鼓膜破る気かもな。あるかいっとくか。さあこれで、あれ、あ、さっきはそっかそっか、もう枚数少なかったからか。さあこれで、お、これは、あ、そっか、別に確定ではないのか。入りましたね。これ金だよね、これは。おそらく入りましたね。よし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 。さあ、ご褒美のところでレア役引けたので、おかず交換ラッシュ。チェリーとかでも行くのかな、これは。あ、そうか、1ゲーム絶対消化したのか。大丈夫ですか、キャラが選ばなくて。もちろん選びますよ。誰をリストラチュラリング、リストラチュラリングするんですか。あ、俺だったらこのレパートリーかな。なるほど。うん。おかず交換評論家のティナとしては、うん、80点。80点、結構いてもらってるな、はい、大丈夫、これでいないけど推しがいないからこそ80点なんですよ。なるほど、なるほど。ただ概ね理解できました。まあね、はい、うん、よし、じゃあこのプレミアム引いちゃうよ、はい、俺はバランを。これ難しいところなんですよ。いいな、あのプレミアで、うん、あの好きなキャラ見たいっていうのと、こんにゃく米で毎回見たいっていう。わかるわかるわかる、確かにね、それはある。だって見れないからね、めったりね。そうなんですよ、プレミアムなだけでいい。確かにな、一回見たから外していこうかな。なるほど、どれだ。あー来た、いいね、いいね、いいね、一回見たから外していこう。じゃあさあ、というわけで110枚か、うん、確かにさっきティナ君の重さ100枚と同じぐらいだからね。そうですね、相当強かったね、あれ。というわけで、これで3セット目なので、私はこの110枚持って、告白ステージですね。ちょっと写真撮っていいですか。撮影中ですけど。あ、いいよいいよいいよ。このスミレが可愛すぎて。あ、そうだ、うんうん、多分この筐体結構このサミーさんから出てると思うんで、結構こう懸念してる人がいると思うんで、先に説明しておくと、これこのまま写真撮るとなんかこうちょっともやっとしちゃって。あ、そうね、特にあの白い画面の時に、はい、色が変な感じになっちゃったりするんですけど、これ回避方法があって。うわ、いいね、よし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 。動画を撮るんですよ、これ動画だと色が変わらないんで、動画で撮ってスクショとかすると綺麗に液晶が抜けるっていう。残り70枚で 赤だから、もうこれもう決まりでしょ、これ。こっから多分連続でベル引き続けてももう行くと思うけどね、普通に。さすがに大丈夫、これ膝枕してるよ、こうやって膝枕。そしてレインボーになりました。あ、本当だ。そっちを気づいていただきたかった。はい、さあこのカバンで、ゲージ溜まったんで、これでもう、はい、はるか攻略完了です。これめちゃくちゃ強くない、このカットイン。ああとレインボーになったから、はるかの継続の曲かな。おお、今日初っすね。あ、なるほど、今何が起こったかと思ってよ、好感度しかもらえなかったから。さあ今度は金色でくるみず柄揃いなので、まあビッグボーナス以上かな。
やっぱはるかも可愛いな。どう俺のはるかは。まあ悪くないとは言わないですよ悪くないとは言わないですよ全然そりゃ、はい、あ、クロバービックなんだ。クロバービック多いな。水着に着替えてくるって、はい、いいでしょう。あでもあのはるかしか見てないですよね。僕はテスラとナイン見てるんでうるせえよ。あそうか俺初かこれそうですよ、そうですよ、そうです、なんだかんだそうですよ。さあ私自身危ない危ない危ない、チェリーですね。はい、僕初の爆発ボーナスです。やった。さあこれでサマイ取り切ったので、でレインボーになってるからもう何を引いても告白成功ですね。まあもうさ2人っきりで観覧車に乗ってる時点でもう OK だよね。普通はね観覧車はあの OK の合図ですよ。むしろそうだよね、はい、てかあの2人で遊園地行く時点で OK ですよっていう話をしてると、もしかしたら女性にすっごい書かれるかもしれないよ、はい、何言ってんだお前らみたいな言われていいっすよ全然。僕はもうそこはもうバンバン行ってきてくださいよ強気やね。あ2人でディズニーランド行ったらそれはもうあのカップルです。そうだよね、はい、あ金文字だ。好きだって。好きだもん好きだもん。あなんか弾いてる。チャンス目 B。 ここでボーナスいたらどうなんだ。これ合格成功するかな。いただきマンモス。このちょっと意を決して言うところがちょっと可愛くないね。みんなねタイミング良すぎんだよな花火の。はい、じゃあ一応そうだよね、まあ、知ってますよ一応1ゲーム目なのは知ってますよ。じゃあもしかしたらこの辺に来るのかなと思ってさあというわけで、私、2人目ですね。はるか選んで攻略成功でございます。はい、はい、今こしなさんが残り、うん、もうあと1人で3人目じゃないですか。はい、僕も今あのすごいいいところなんですよ。次で告白するセットで、うん、あの一番期待度の高い継続ジャッジ出たりしてるんですけど、はいはいはい、あのどうやらもうお時間のようで、あもう実践終了時間はいここでストップということで、えそれいけないの。やっときますか。一応やっとかない。一応見ときますか。一応見とこうよ。分かりました。 OK です。でも僕これ成功してあの告白できるセットでやめる方が嫌なんですよなるほど多分これでいきましたねおそらくはまあカバンか。いやうん、あと30分ほどいただけないですかねこれまあ実践時間終了ということで、はい、はい、残念ですねティナ君ね。ちょっとあのちょっと待ってください。あの3セット目のスミレの顔だけ、おっチャンスアップじゃなくてスミレの顔だけ見させてくださいメモリアル強いな。おまけももらえるからな。消化してまあけどね残念ながらお時間ということで、はい、実践はここで終了となります。はい、はい、ということで実践終了しました。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやどうでしたか小島さん今日、まあ、あの解説動画と、うん、この4時間ぐらいですかね実践を得て、はい、まあ、実践パートを、まあ、設定6で、まあ、打たせてもらえるということで、さすがにね割りもしっかりしてるし、まあ、安定していいとこ見せれるだろうと思ってたんですけども、はい、まあ、ご覧いただいた通りもう前半がやばくてね。いや逆に面白そうでしたよそう、はい、苦しんでる姿が、はい、ちょっとあの鼻で笑ってましたまあ調子良かったからね、はい、ティナ君とは本当真逆の動きしてる感じで、はい、いいところが出せずにね、うん、まあ、ただその、まあ、ちょっとリアル感は出せたんじゃないかなと思います、はい、あのボーナスがやっぱ主軸なのでそのボーナスが全然引けないからやっぱり出玉も伸びないですし、うん、あの AT にもつながらないと、うん、ただ後半の方でボーナスある程度固めていくこともできてデートタイムの方も、まあ、しっかり継続させることができたので最後はまとめてね、うん、まあ、途中ですけど、まあ、1000枚弱の
塊も取れましたし、いや頑張りましたね。いやなんでちょっとそんな上から目線で今、いや上からじゃないですか、頑張りましたねって完全に僕今上からですよ。そうでしたね、はい、確かになんか3枚の勝負もありましたからね。そうですね、はい、申し訳ありません。まあただその最近の6号機だと、はい、その AT に入らないと、うん、もう低設定だみたいな風潮もあったりするじゃないですか、うん、はい、まあ音機に関してはもうそこもね、その、まあ、しっかりガチで抽選して突入させるというところもあるので、うん、まあ、そこも、まあ、設定6、本当に6ですから、まあ、やらせなしでお見せすることができたんじゃないかなとは思ってます、うん、で最後にねこのまま沈んで終わってたらなんだこの6はってなったと思うんですけども、しっかり伸びるところもお見せできたので、うん、まあ、ちょっと一安心、うん、で僕自身はすごい楽しんで打てたので、まあ苦しいところも面白いところもお見せできたかなと思ってます。はい、はい、素晴らしいコメントで、はい、僕からの感想はもう何も言うことがなくなってしまったのかなと思うんですけど、自分の感想皆さんどうでした。いやでも僕は本当にあれですよ、もう一言で言ったら100点ですよ。本当にツインエンジェルシリーズ、それこそリアルタイムで打つっていう話で言うと2から2、3、ブレイク、A スロットと打ってきて、うん、ツインパ出たわけなんですけど、どれも100点なんですよ、はい、それこそ。そうね、そうね、はい、うん、でそれこそそのスペックも変わってますし、それこそ従来 ART 機だったりとか RT 機だったのが AT 機に変わったっていうところでも、うん、全然違和感なくツインエンジェルとして打てるっていう。そうね、ゲーム性どうなるかなっていう不安はちょっとありましたけどね、はい、なんだかんだ打ってみたらゲーム性自体は違うけれどもツインエンジェルだなって思ったところもあるし、うん、ツインエンジェルじゃないにしろそれこそリアルボーナスを搭載した、そのリアルボーナスならではの楽しみ方、うん、どこでボーナス引いても面白いし、リーチ目出て楽しいし、でたまにこの逆押しでリプレイフラグのレア役をちょっとカットイン出してボーナスの告知したり、うん、はい、100点ですね。よかったですね、はい、本当に。いや正直言うと僕はもう10時間は打てるかなとは。いや打てるね、はい、時間が来たって言われて、はい、見たらもうかなり遅い時間で、はい、そうですね、もうやばいですね、もうそんな時間なってるのって思ったぐらいだったので、はいはい、これ機材片したら終電ちょっとやばいんじゃないかってレベルですからね、はい、そして今回、はい、ミッションがあって、うん、まあ、ミッションをこなした数だけスペシャルグッズをプレゼントするというキャンペーンがあるわけなんですけども、はい、それで結局何人になったんですか。ミッションが、8個達成なんで、はい、まずスペシャルグッズを8名、はい、でそれ以外にオリジナルクオカードペイ、こちらをたくさん、たくさんたくさん、たくさん、何名かわからないけどたくさん、はい、たくさんプレゼントするという感じになります。大盤振る舞いような感じですかね、はい、でこちらが、キャンペーンとしてやらせていただいてまして、はい、このキャンペーンの参加方法ですけども、はい、まず、サミーさんの公式ツイッターをフォローすると、うん、はい、でそしてこの実践動画となるこの動画ね、うん、はい、この動画の、告知を引用リツイートしつつ、ほう、ハッシュタグでスインパ、はい、スインパ、おー、あとはもう一つハッシュタグティナコシティナコシこれでキャンペーンの参加となりますので、うん、ぜひ皆様どしどし引用リツイートしていただければと思います、はい、ただ実践編でサマイ数が負けた方、うん、あ、なんか自腹で私物プレゼントみたいなあったじゃないですか。覚えてた、はい、今切ろうと思ったんだけど、はい、なんで僕から振ったかっていうと、まあ結果がねそういうことなんですけれども、はい、まあ僕の私物が欲しいっていう、もしかしたらね珍しい方もいると思うんですけど、はい、多分ティナ君の私物を欲しいって人の方が多いと思うんですよね、はい、いやいないっすね。いやいますいますいます。大丈夫大丈夫、絶対いるから。全然僕なんか賞味期限切れの豆腐とか渡しますけど大丈夫ですか。まあそれでもいいんじゃない、ティナ君のくれた豆腐あって逆に怖いっすねなので、はい、ティナ君もせっかくだからちょっとプレゼントをしましょうよ、はい、ね。やだえ、いや、やだった。いや、もうします。じゃあさせますんで、はいはいはい、じゃあ僕らの私物も追加して、はい、なのでプレゼント自体は全部で合計10個ですね。10個、はい、10個とたくさん。そうですね、10個とたくさん。はい、なるほどなるほど。させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい。はい、さあこれで実践動画の方終了となるわけなんですけども、はい、最後に、うん、まあ、打つ上で、はい、やっぱりどこに設定差があるかとかは、うん、気になると思うんですよね。まあそうですね。そう、うん、で実践中ちょこちょこねこの辺に設定差あるよって話入れてきましたが、最後にまとめて、うん、まあ、先行公開できる設定差のあるポイントの方をお伝えして終わろうと思います。ここだけ情報、ここだけ情報です。それではまず一つ目ですね。
はい、1つ目レア子役、うん、まあ、こちら設定差があるわけなんですけども、うん、チェリーとカバン、まあ、この2つ、チェックしてください、うん、まあ、1と6、回してきまして、でチェリーの場合設定1ですと約78分の1、6だと約66分の1、そこそこ差が出てるので、うん、まあ、ちょっと1と6だけなので、ね、間がちょっと分かんないんですけども、まあ、1、6でこれぐらいの差がある。でカバンに関しては設定1で約80分の1、そして設定6の方で約68分の1。おこれはもう S ロットとあんま大差ないぐらいの差ですね、うん、ここは。なのでまあ合算して数えていくと結構精度高まるんじゃないかなと思いますので、うん、まあ、ちょっと1、6っていう感じの数字になりますけども、ぜひ活用してみてください、うん、そして2つ目ですね、こちら特定ボーナスの出現率です。ですね、チェリーからの赤ビッグボーナス、はい、赤7ビッグボーナス、そして、チャンス名 A、 ここからのミドルボーナス、うん、そしてチャンス名 B からの青ビッグボーナス、うん、そしてカバンからのクローバービッグボーナス、うん、まあ、この4つは設定差があるということで、はい、くるみ下段のチャンス目からのミドルボーナスですよね。そうですね、はい、でカバン外れからの青ビッグ、そうですね、うん、はい、間違いないように注意しながら見てください、うん、ただちょっと申し訳ないんですけど、どれぐらいの出現率で、うん、まあ、出るかっていうのがちょっとさすがにね出せなかったので、まあ、この4つのボーナス頻繁に出るようだったら高設定なんじゃないかなという感じで見ていただければと思います、うん、今まで通りで注目するんだったら僕らも実戦中引いてましたけど、うん、カバンからのクロバ、そうだよね、確かに2回1回とかで引いてたんですよ、ね、引いてる。なんでそこはまあシリーズ通りって感じだよね、うんうん、なんでそこは結構本当に注目してもいいかもしれないですね、はい、そして3つ目ですね、こちらデートタイムの直撃です、うん、ボーナスを引いた時に、今回ちょっと実戦のお見せできなかったんですけども、ボーナスの揃えた後にバキバキバキって言ってデートタイムのランプがついて告知が発生することあるんですよ。それがデートタイムへの直撃になるわけなんですけども、ここが1と6大きな設定差がありました。うん、設定1でどうだろうな、4000とか3000ぐらい、そうですね、うん、ぐらいの確率で、6だとまあ1000切るぐらいの確率で出てきていたので、うん、まあ、かなり設定差は強いので、早めに出てきたら粘ってみてもいいんじゃないかなとは思います。うん、そして最後なんですけども、まあ、ここはちょっと設定差があるポイントではないんですが、うん、立ち回り的なポイントをもう一つお伝えしたいと思います。ボーナス終了後、あとはエティ終了後ですね、あのデートタイム高確率状態、はい、まあ、今日の実践でもずっとお見せしたんですけども、うん、まあ、ここの高確率状態を打つと、割が、設定値も 103% を超えるということなので、なので AT 機でよくありがちな、うん、AT 終了後即やめとかいったことはしない方がいいかなと思います、うん、現状転落率とかまだ分からないんで、うん、保証のある20ゲームは回そうぐらいですかね。そうですね、はい、であとは救済機能に関してですけども、まあ、通常だと、555ゲームになるんですけども、設定変更後は333ゲームとなる上に、まあ、設定変更後AT 終了後などと同じように、うん、帯は出てないんですけども、内部的にデートタイム高確率状態になっているので、うん、まあ、ここも攻め時かなと思います、うん、まあ、なのでリセット後は結構チャンスなんじゃないかなと思います、うんうん、まあ、僕らが打ってて200以上ハマったの1回あるかないかとか、そうね、自分が1回ハマったくらいだもんね、うん、まあ、なので、まあ、ここは覚えておいていいポイントかなと思います。それでは最後に告知を1つだけさせていただきます。ツインエンジェル15周年となる10月2日、うんうん、まあ、この日にですね、ツインエンジェル公式 YouTube チャンネルでイベントを生配信するということで、まあ、ね、昔10周年の時に、うん、あのイベントをやってたんですけども、まあ、そちらを今回は生配信で行うということなので、まあ、いろんな声優さん来たり、うん、まあ、いろんな催し物するということで、ぜひ10月2日も公式チャンネルの方ご覧いただければと思います、はい、その後もあの YouTube チャンネルの生配信見て、そのまんまツインパウチに行くという感じですか ね、 いいね、はい、一番いい流れだね、それがね、はいはい、ぜひ僕も導入日休み取って打ちに行きたいなと思うんですけどね。俺はもうじゃあ今から有給取っとこうかな。あ、本当ですか、うん、僕はでも一緒に絶対一緒に行きたくないんで。いやでもどこに行くかなんとなく分かるからねうわー、いつもと違うとこ行こうはい、ということで、まあちょっと察しのいい方なら分かると思いますけれども、導入日が、10月の4日となっております。ですので、皆さんよろしければこの台ね、導入日とかに打ちに行ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで、ここで長かったですけれども実践編も終了ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。サミー
パチンコパチスロの楽曲で遊べるリズム RPG。 ゲームはタップするだけの簡単操作。吟遊詩人たちを自分好みにカスタマイズして勝利をつかめ。リズムを刻んで熱くなれ、ナナリズムダッシュ。パチンコパチスロするなら37リアル。手軽にどこでも遊戯体験、応募で豪華景品ももらえちゃう。もらったもんね。新時代のパチンコパチスロアプリ37リアル。